いらっしゃいませ。お絵かきソフトクリップスタジオペイントの使い方や小技を日々発信しております、クリスタの外の中の人、あやたろっくです。今回はお絵かきしている人にとっては結構な数がいるような気もするんですが、お尻についての話になります。僕たち絵描きは一般の方と比べると圧倒的に座って作業することが多いと思います。僕も基本的にはイラストを描いたり動画を編集したり机で作業することばかりなので、一日中椅子に座ってます。今回のこの動画も配信中にリスナーさんから座り方やクッションの話が出た時に、僕の座り方についてお話をした時の切り抜きとなります。あくまでも医学的根拠があるわけではないので、参考程度に聞いてくださいね。それでは切り抜きスタートです。いや、ほんまにほんまに参考程度に聞いてな。次の質問予約お願いします。シロさんどうぞ。ずっと座っててお尻と太ももの付け根めちゃめちゃ痛くなったりしませんか？僕ね、ならない。適度にその位置ずらしたり、まあ、この間も言ったように、あの椅子の上で今はねあぐらかいてんだけど、あぐらかいたりとか正座したりとか足下に下ろしたりとかしてるから、でお尻の位置とかも微妙に変えたりもして、僕はねその座っててそのお尻が痛くなるとかはない。あの絵を描いてる時ね、今めちゃめちゃ痛くて治らないんですよ。なんかかぶれたみたいになってきて。こんなに？なんだろう、何が違うんだろうね。多分なんだけど、机の前に座ってる時間で言えば僕の方が長いと思うんだけど、特別痛くはないね。とりあえず座布団買ってきて椅子の上に敷いてるんですが、なかなか治らなくて。何が違うんだろうな。僕もね、あのパチモンのゲルクッション買ったんだけど、もうねへたってんのよ。へたってるからあんまり意味ないんだけど、まあ、一応その上に座ってるけど、もうパチモンだからさ、もう1500円ぐらいで買ったパチモンだから、なんか1年ぐらいでもうへたってしまったんだけどさ、なんかちゃんとしたやつって3、4000円ぐらいするんじゃなかったっけ。尻以外では頭も首も腰も肩も手首も目も痛くなるんですが絵描くのやめたらゲルクッション座るとペターってなっちゃうけど効き目あるんですか？あ、そうそう、ペターとなってる今。多分それパチモンだと思うよ、ペターとなるのは。液タブの角度を上げたら首の痛みは治った。あちこち痛いのはストレッチ運動をおすすめするで、バランスボールでの定期的なストレッチおすすめやで。前は座骨の下が痛くてメッシュ座面の椅子に変えて良くなったんですが、今度は尻全体が痛くなりました。あれじゃない、お尻の筋肉がすり減ってんじゃないの。だから座ると骨に直接当たるから痛いとか、そういうことじゃない。僕もさ、そのゲーセンの仕事辞めてからもうみるみるうちにお尻の筋肉減ってったんだけどさ、まあ、でもそれでも僕は絵を描いてて、ずっと一日中座ってて、絵を描くために座ってる時は別にお尻は痛くはならんけどね。半日以上油かいて座ってますが、首以外痛みはないですね。首は頸椎炎だから仕方ないですが。へー、みんな大変だね。丈夫な尻で羨ましいです。あの僕ね、あの座る時にこうさ、椅子があるじゃん、そこにお尻がこうくるじゃん。この時にね、僕ねこうちょっとね、ここにお尻ね、重心を一旦置いて、今ここに視点を置いてんのよ。でお尻を ね見ててよ。お尻をこう、わかる、こう、これをこう、わかる、これお尻こう動かして、で次はそのままねこう下ろすじゃん、お尻を。で次はこっちね、今下ろしたところを視点にしてこっち上げるじゃん、ね、こっち上げるじゃん。で今度はこのお尻をクッて、ね、こうお尻をクッてこう、ね、こう持ってきて、でこうトンって下ろすじゃん。したらさ、お尻がさ、お尻の肉がさ、こう入るじゃん。わかる？わかる？言ってることわかる？そうすることによって、ここがさ、お尻の肉がさ、分厚くなるじゃん、ここ。わかる？これ、今言ってることわかる？これ。女性がさ、お胸をこう、肉を寄せてきてお胸を大きくするじゃん。あの原理でお尻をそれやって、だからこれ、胸と思って、これ。胸と思って。ここ切り抜きなるの。切り抜き絵を描いてる人必見、お尻が痛くならない方法みたいな。でそれプラス、あのここがね、ここがあの肉が厚くなるって言ったじゃん。それプラス肛門がね、肛門が上に上がるんすよ。わかる？これ言ってること。
だから長時間座ってても地になりにくいと思ってる。あくまでも個人の感想です。ハヤトロックの感想です。うん、そうだね。僕ね、気づいたらこの行動をよくやってるわ。わかったわかった。マルヒテク、お尻の穴を締める感覚でキュッて尻の筋肉を動かすんやな。あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。医学的見地はなかった。そう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 、あくまでも個人の感想だからね。質問してよかったです。とても多くの学びを得ました肩尻を上げる動作はよくやるけど締めてはいなかったな。あ、そうそう、締めた方がいいよあくまでも個人の感想やけどお尻の筋肉のコントロールも身について、肛門を締める筋肉も衰えませんねそうだね。これはニャーベル平和賞取れるかもしれんな。なあ、ミャーコ。ミャー。はい、いかがだったでしょうか。改めて言っておきますが、これはあくまでも私ハヤトロックの個人的意見ですので、参考程度に留めておいてくださいね。それでは今回はこれで終了です。当チャンネルでは現在週4日以上配信を行っております。2日に1回は配信しておりますので、ぜひともいらしてください。詳しいスケジュールは概要欄からご確認ください。フリスタやイラストの話もしていますが、今回のようなお尻事情の話題で盛り上がることもありますので、お気軽にご参加ください。それではフリスタでお絵かきするのが楽しく好きになれますように。フリスタの外の中の人、ハヤトロックでした。それではバイバーイ。